どうもこんにちは、トラゾーです。今日は明日からの DeNA3 連戦のお互いの先発ローテをご紹介していきます。現在タイガースは2位ベイスターズに 2.5 ゲーム差をつけていますが、ベイスターズは交流戦優勝と非常に波に乗っているチームです。そんなベイスターズと交流戦明けにいきなり直接対決があります。この3連戦は本当に大事な戦いです。3連敗してしまうと一気に2位に転落、最低でも2勝1敗で終わりたい今回のカードは、これまでとは違う先発ローテーションで挑みます。まず6月23日ですが、タイガースがビーズリー投手、ベイスターズが今永投手です。ビーズリー投手は初先発が6月16日にありましたが、結果は4回1失点とまずまずの結果でした。やはり初先発で緊張してしまったと話しているビーズリー投手でしたが、鋭く曲がるスライダーが良かった印象があります。ストレートも力がありましたし、前回よりもコントロールをしっかりできれば十分クオリティスタートもできると思います。対する今永投手はここまで8試合に登板、4勝1敗、防御率 2.78、 失点17、被打率2割2分5厘ということで、やはり安定した成績を残しています。しかしこの1敗というのがタイガースに1敗しています。対チーム別成績でもタイガース相手には防御率 11.25 と、まだ1試合なので攻略と言っていいか分かりませんが、しっかり点を取れています。そこまで苦手意識は持たなくてもいいのかなと思います。しかし奪三振率はタイガース戦では 15.75 とかなり三振を奪われています。今回も攻略していきたいところです。2戦目6月24日はタイガースが伊藤投手、ベイスターズが東投手です。伊藤投手はここまで8試合に登板、2勝1敗、防御率 2.47、 失点15、被打率2割2分3厘ということで、本当は4勝くらいしていてもおかしくないかわいそうな試合が数試合ありましたが、やはり伊藤投手は今年も安定しています。 QS 率も 87.5 としっかり長いイニングも投げてくれますし、安心して見れます。ベイスターズとは今シーズン初対戦となりますが、去年は5試合に先発し防御率 1.57 と相性がいいです。今年もしっかり抑えてもらいたいです。対する東投手はここまで9試合に登板、6勝2敗、防御率 2.52、 失点18、被打率2割4分8厘と素晴らしい成績を残しています。今シーズンはまだタイガースと対戦はないですが、本当に去年1勝しかしてないのかと思うくらいいいピッチャーで、コントロールが素晴らしいです。 60.2 イニングを投げて与えたフォアボールは5個。しかし直近6試合を見てみても15失点と全く打てないという感じではなさそうなので、タイガース打線がしっかりつないで点を取ってもらいたいです。3戦目6月25日はタイガースが才木投手、ベイスターズがバウア投手です。才木投手はここまで10試合に登板、5勝3敗、防御率 1.41、 失点11、被打率1割8分7厘と素晴らしい成績を残しています。交流戦では史上4人目となる防御率 0.00 で終えた流れそのままにベイスターズ打線を抑えてもらいたいです。今シーズンベイスターズとは2回対戦しており1勝1敗という結果です。 13.1 イニングを投げ3失点なので、今回もしっかり抑えてくれるでしょう。対するバウアー投手はここまで7試合に登板、4勝2敗、防御率 4.00、 失点22、被打率2割5分6厘と、この成績を見るとそんなやんと思うかもしれませんが、序盤の方は打ち込まれる試合もありましたが、そこからの修正力がすごいです。直近3試合では9回1失点、7回2失点、8回2失点と、やはりさすがメジャーリーガーという成績です。そう簡単に打てる投手ではないですが、非本塁打は11本とそこそこ多い感じです。タイガースは一発攻勢で攻略したいです。以上、先発ローテについてご紹介しました。本当に大事な3連戦になります。タイガースは横浜スタジアムでのベイスターズ戦、去年から10連敗中となかなか勝てていませんが、ぜひ3連勝、最低でも2勝1敗で終えてくれると今後が少し楽になります。全力で応援しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。